ノルイボガイン、または12ヒドロキシイボガミンは、抗精神作用を持つ、幻覚剤イボガインの代謝物質である。イボガインを含む、植物抽出物の抗依存症作用に関わっていると、考えられている。ノルイボガインは強力なセロトニン再取り込み阻害剤で、あるが、ドーパミンの再取り込みには、影響を与えない。イボガインとは異なり、ノルイボガインは、 シグマに需要体には結合しない。また、イボガインと同様、ノルイボガインは無駄需要体の弱いアゴニストとして作用し、オピオイド需要体に結合する。ノルイボガインは、イボガインよりも高い神話性で、核オピオイド需要体に結合する。ノルイボガインは、ハーグの阻害剤であり、少なくとも、イボガインと同等の作用を有するようである。ハーグカリウムチャネルの阻害は、 心筋の活動電位の細分局を遅延させ、QT 時間の延長、そして不整脈と突然の心停止をもたらす。近年、ノルイボガインはカッパオピオイド受容体のバイアスアゴニストとして作用することが明らかにされている。ノルイボガインはダイノルフィン A の75%の効力で、 G タンパク質シグナル伝達経路を活性化するが、β- アレスチン経路の活性化の効力はわずか12%で、ある。さらに、β- アレスチン経路に対する非常に低い効力のため、ノルイボガインは、ダイノルフィン A による、この経路の活性化を遮断し、アンタゴニストとして機能する。β- アレスチン経路は、高活性化によるディスフォリアとアバージアンを担うと、 考えられているが、ノルイボガインがこの経路を活性化しないことは、この薬剤でディスフォリアが見られない理由である、可能性がある。ノルイボガインの酵に対するバイアスアゴニスト、アンタゴニスト作用は、イボガインや18、メトキシコロナリジンなど、イボガールカロイドや関連化合物と比較して、独特なものである。ノルイボガインは、酵のアゴニストの鎮痛。 高依存症作用を持つことに加えて、コアゴニスト特有のアンクシャジェニック、ディスフォリア、アンヒドニアなどの作用を持たないという独特な特性を持っていると考えられている。ありがとうございます。